回やって、ちょっとタッチ多くて構わない、体ほぐしながら、体ほぐしながら、胸、肩、頭、そんなにまだいらない、落とすなよ、体を眩しい、落とすなよ、胸でやんなよ、あ、いけない達也くん、もう一回行くか、そんな手も逆に、逆に、逆に、はい、行こう、ちょっと体ほぐしながら、体ほぐしながら、はい、行こう、そんなんじゃなかったじゃん。練習やばかったな、今日。11。ナイス。
お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ちゃんとスポンサー入ってる。プレゼントありがとう。なんかもらいました？あ、でも孫さんがなんかクッキーくれた。お菓子シリーズ。お菓子ちっちゃい頃これぐらいの大体菓子折りシリーズあるから誕生日で。そんなの菓子折りが。え、あんちゃんからは？あんちゃんから今からです。あ、多分きっといいもの、はい、これね、やっぱね、頭に浮かんだんですよ今日朝運転しながら。タンちゃんには何がいいかって、うん、コーヒー好きなんですよ。おー、でコーヒーのなんかあの粉のいいのいいないかなと思ったら、もうのぼりがボスの缶コーヒー箱で置いといた。ボスって呼ばれてるんですよ最近。呼ばれてないです、若手から。はい、ボス。若手じゃねえよ。え、最後一言、35です。35歳抜け、ちょっと抱負を一言最後締めにいただければ。35歳っておじさんですよね。おいおいおい、前が言う。何時？まあ多分あとやっぱさ、5年単位で見たら。いやいや、健吾さんやっぱ去年健吾さん言ってたよね。35でもう一回5年行くかって言ってたじゃないですか。ええ、なかなか5年単位は俺は見れないんで。1年1日勝負で。まず今年頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございます。